ご飯食べる。あ、なった。こんにちは。本日のお弁当は、え、美味しそう。え、ね、見て、実は。ちょっと違う。あ、きまーす。いただきまーす。じゃん。いぶきはちょびっと食べた。ローストビーフ丼。食べたんですね。見て、チラシ。本当だ、半分。じゃあこれ食べていいですか。え、いいよ。私は今、ななかのお弁当を奪い取ろうとして。私は今日焼き芋を食べる。私が食べるから、ななかは食べたいのも普通にいいよ。最悪じゃない？なんか、はたかられたい。え、ななかがさ、ななかのお弁当。待って。え、待って、違う。いった。いや、分かってますよ。美味しそうだったから。二人ともさ、待って、分かって、待って。なんか今、割り箸がすぐことなってた。美味しい。気づかず、行きまして食べると思った。ななか。いただきます。うん、にょうちゃんキャンディーありがとう。ゆうきさんクッキーありがとう。おいちゃんクッキーありがとう。昨日からずっとクッキー食べたい。ずっと取るね。これ大好きなんです。これえ、いる酢みたいな。食べる。やった。あ、これ大好きなの。ガンモニでしょ。ん？これガンモニじゃない？うんうん。私は今日は芋。今日は芋の日なんです。ななかは芋食べるんだって。ピーマンくーださーん。ピーマンくーださーん。じゃあめっちゃでかくない？顔ぐらいある。ピーマンが一番重い。やばい、これやばいやつです。3つ。うまそう。ホクホクです。今日は芋の日。こちらの皆さんに七日芋です。ホクホク芋買ってきました。これも食べれんぐらいじゃない？多分、うん、結構太い。食べれなかったら後でのやつ。1時までですからね、今日は。食べましょう。ねねさんのブラックコーヒー泥水って言ってたのめっちゃ面白かった。違うんですよ、ちょうど粉を混ぜてる時でなんかブクブクしてたからってなっちゃって言っちゃいました。おでこ綺麗ですね。光ってる。そのライトがもうこれ食べない。どうぞ。みんな何やってるんですか？新しいやつですか？おしどり作品。ねえねえ、ちょっとだけおしどリンクって作れますか？よっしゃ。開発してるんですか？開発中だよ。へえ。なんかいる？ええー、
牛乳とか。牛乳とかあるん。あ、牛乳ある。なんか牛乳。牛乳とチョコとかあるよ。ちょっと待ちよ。いぶきは。何がいい？いぶきは何？桃と。あ、ちょっと待ってて。のもがみななかです。よろしくお願いします。こんにちは。おしどりんご作ってきた。普通に白桃ソーダにした。うまいやつだ。ただいま。私は今芋を食べてるので、あの牛乳飲みたくなったので、ストローを忘れた。牛乳飲みをいただきます。ちょっとキュウリ意識してた。うまいに決まってます。とってもおいしい。スイートポテト作れそうですよ、ね、妹。確かにつけてみたらちょっとつけてふやかしみたいなして混ぜたらスイートポテトになるくない？なるほど。でもなるけど見たくなくないですか？そしてこういうところの隙間が最悪。推しが、推しがちょっとお弁当の端でスイートポテト作ってたらちょっと嫌じゃない？皆さんはエビのしっぽ食べる派ですか？いる。私はエビのしっぽ食べる派。エビのしっぽってゴキブリと成分一緒らしい。美味しいですね。ムフィットさん、キャンディーありがとう。バレンタインドリンク飲んでないんだよね。推しドリンク飲んだことあるね。ただいま。エビのしっぽは食べませんと。え、美味しいの？え、なんかザクザクしてません？ナナカが少々食べたものをこちら、ナナカのお弁当も食べます。夜は食べないから分け分けしました。分け分けしました。分け分けてか、ナナカくれました。ここ、うわ、どっちにも入ってるんですね、ローストビーフ。芋も食べてくださいね。でもね、ナナカがダイエットに協力してくれてんの。昨日ね、夜ご飯が来て美味しそうだったのね。え、食べたいって言ってたらね、え、でもお昼とかはあれですかって、おかずとかだけ食べましたって言うだけ。え、お昼は、まあ、お昼だしと思って完食したって。あ、じゃあ夜は食べない、やめたがいいかなと思いますって協力してくれて。私も今ちょっと体重制限というか意識してるから。でもさ、飲んじゃいました。なんか
そっちの方がなんか本当になんか友達感みたいな、なんかわかる？逆にさ、いいよいいよ食べようよみたいなさ、じゃんみたいな。でも私がしてなかったら、いや食べても変わんないと思いますって言ってたと思うんですけど、今ちょっと気にしてたから言っちゃいました。自分だったらわかる。エネルギー使う。そうだよね、食べないと倒れちゃいます。はい、米は減らし目にします。じゃあ撮影はないんですけど、コンサートがあるからそれに向けて。あ、ごめん、胸元しか映ってない。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、あ、ちょっと、ありがとうございます。なんか前まではもうお腹空いてなくてもめっちゃ食べてたんですけど、なんかちょっとお腹空いてないの。なんかカップ麺食べてたもん、オンライン食べてましたよね、朝から、うん、何そのことにちいちいで、楽屋で吸ってた。聞いてないのか。でも確かに食べてないですね、最近。夜ご飯もね、昨日もね、レタスとトマトにしたの。うん、偉い。だから意外と食べなかったら食べないでいけるんですよね、多分。あの男のマネージャーさんがいるんですけど、男性の、ね、これめっちゃスタイル良くてめっちゃスタイル良くて、体重軽いんですよ、めっちゃ。ねえ、こう、まず固まりました。なんかさ、近いアップにならない。え、アップとかできるんですか？ええ、やったことないです、アップ。あ、この画面をね、大きくできると。うん、それ自分こっちが見えるので。あ、こういうことですね。何なんだ、周りじゃないですか。あ、ないけど、モデル体型のマネージャーさんが見えるんですよ。うん、だから負けてられないって。うちらと体重変わんないんだよ。やばいですよ。それをね、ベトナムの時に、ね、3人でレストランレストランでご飯屋さんね、その私と田中がご飯抜けた時についてきてて、うわ、デジピン、あ、でも、あ、何が落ちました。うなぎでね。あ、いいよいいよ、ありがとう。ちょっとおいっと、おいっとね、ベトナムでご飯食べてるときに、私たちと体重がマジで変わんない。あ、もう、うん、もう一緒なんだよね。どっちでしたっけ、痩せたって言って、その最近痩せた、なんか全然体重ベトナムなのに増えないみたいな、食べてるけど増えないんだよねみたいな、うん、で、え、何キロですかって言ったら教えてくださったんだけどってなりますね。2人して同じ、同じとかさ、変わらないとかってさ、なんかこう、君はね、いぶきはなんか、ってやってたのね、おいしそうみたいな言ってたんだけど、なんだかが、とっさに、私と同じって、とっさに言っちゃって、本当に、やばーってなった。ベトナムで、しかもその時ピザとか食べてたんですよね。もういいよ、ピザとかパスタとか食べてて。やばい、身長どれぐらいなんだろう。え、100。ハッチ、あ、身長何センチですか？170ですって。以上です。え、ベトナムの日から体重増えました？増えてない。増えてないで。うわ、やばい。頑張ろう頑張ろう。一緒だ、まだ。まだ一緒だ。ハラッチはベトナムの美容室に行って、ベトナムの美容室行ったの。めっちゃ現地の人みたいな。マジですごくない？ベトナムの、めっちゃ面白かった。めっちゃすごいよね。めっちゃおもろい。結構マジでベトナム人。え、でも似合ってましたよ。うん、感じしてた。
ハンサムな、あの爽やかな青年。でも、そう。めっちゃ現地でしたよね。現地に馴染んでた。すごい。なんか最近ベトナムの、ホテルの匂いがするんですよ。誰かの香水かわかんないんですけど、めっちゃなんか行きたいってなるんですベトナムに。行きたいよね、ベトナム以外と。恋しいってなっちゃう。結局ね、の中にね、空中ブランコの乗らずにね、終わったからね。手動空中ブランコ。あんまり怖いから。いや、あれ回す。なんかんボタンでこうやってなんかね、長いね、マジで長い棒をただボタンこうやって押してるの。いるんですか、一応。なんか公園になんですか、あれブランコみたいな、空中ブランコ、空中ブランコのこう回るやつみたいなのがあって、ベトナムで乗ってましたよね。乗った瞬間にね、ミシっていうの怖い。しかも結構年季入ってました。うん、あの丸いの欲しいです。丸いやつ。いただきます。これが美味しいの。ボシャくんなんかずっとメイクくんがさ、ご飯くんだった。それ大丈夫なの？はい、私生きて帰ってきたので大丈夫です。めっちゃ楽しそうでしたね。うん、結構ベトナムの早いね。うん、ベトナムの未公開動画結構ありますよね。ある。載せたい。しぶき乗っけたいのあるけど乗っけれないんで。あのさ、子供がね、走ってきた動画ね、フラッチがカットして作ってくれてね、全部めっちゃ可愛いの。超懐いてくれたんですよね。うん、可愛かった。思い出したら、なんか多分ゆきとね、なんか同類、なんかこの人同類だと思われたとかさ、言葉通じないけどなんか周りいたよ。可愛かった。めっちゃなんか私たちが孤児院に行ったんですよ、ベトナムで。孤児院を訪問して、私たちがこっちに並んでて、向こう側に子供たちがいて、ずっと変顔みたいなのしてきてましたよね、こっち。で、一人で超可愛かった。ハートとかして、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛かった。でもな、5歳、4歳とかですよね。うん、結構ちっちゃかった年齢。うん、ね、この子がね、走ってここに、うん、懐いて最後に。あ、超可愛かった。思い出したら、いぶきって言ってたけどマジで言わなかったんだけど、うん、最後にね、いぶきって可愛かった。なんかお菓子をみんなで配ったんですよ。で、その数少ないお菓子なのにくれて、私にこうやってやってくれた。かわいいよね。やばかったです。なんてかわいいんだろう。マジでかわいい。ハイチュウでしたっけ。プッチョ、ハイチュウ、めっちゃ人気でしたよね。うん、ハイチュウで。やっぱ開け方がハイチュウわかんないから、うん、めっちゃかわいかった。人気だ。会いたいな。元気かな。やばい。あのさ、うち思うんだ、 HKT のさ、楽屋にさ、なんかワンちゃんとかさ、猫とかさ、ペット飼ったらさ、確かにみんなのストレス軽減されそうじゃない。なんか疲労、ほんわかストレスみたいな。けど向こうにしかないかも。上ですか。うん、部屋ですか。え、欲しいのあるかも。ワンさん、なんかあれ、めっちゃこう楽で、めっちゃ楽で、めっちゃ楽で、めっちゃ楽で、
ちそうさまでした。豚がめっちゃ発酵みたいなしてました。発酵してた。してんのかな。一旦紙コップ。紙がここで入る。フィットした。閉めてたらここでも入る。息があるか。やだ。ご飯食べ終わりました。鈴木粘土苦手なんや。粘土ですか、うん、触れない。え、あの食感っていうか、なんか匂いも苦手でさ、それ触らないんだけど、触った後の手がさ、手洗ったとしてもさ、締めの後に入ってんじゃないかなって思ってさ。あ、めっちゃごめん見てあれ超かぶさってなんだこだよね、ここで話してくるいべきしかモザイクみたいなされてるモザイクされてる出てきたってことだ、私タップおいしいメイクケア、チュラしたガン我慢我慢我慢ねえ、みかんの花わかる？おお、みかんの花がちょっとマジかかない。あれは味噌ラーメン、せっせせーの味噌ラーメン、今後お味噌とか味の知らないです。あ、違うわ、これ違うわ、せっせせーよよよい、アルプス一万ジャックねえ、よちゃん、せっせせーの味噌ラーメンって知らない？地元によってこういうの違いますよね。どうする、めちゃくちゃ地元の、もう地元中の地元とか。花粉症ですか？花粉症なんです。でも今日薬飲んだからね、今日すごい割といい感じ。くしゃみやね。問題に私は行き着いたんだよ、最近。ストローが可愛くなる？ストローってむずくない？花粉症きついよね、ある。朝からもう痛いでしょ、痒い。帰る？わかんない。まだまだ先だけど。よりちゃん、ニョロさん、猫ちゃんありがとう。食べたので、そろそろ思います。見に来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。眠くないの？とても眠いってことで、ブリたちは撤退しようかなと。撤退思ってます。解散です。明日の味噌忘れの楽しみ。そうなんです、明日放送です。かわいい、今日お姉さんだって。見てください。ありがとうございます。ごきげんよう。佐賀に行きました。ありがとうございます。いや、全然私はそうですね、これまでのそうですね、生き方としましてはまあ、お父様とお母様がいたので、お家には、はい、そうですね。あとおじい様とおばあ様がよくなんか学校帰りにですね、その車でリムジンとか乗って、すごい、お父様の執事の方が迎え来てくださって、おばあ様おじい様のところに行って、
ましたね。はい、だからもうよくもうおやつとか食べ過ぎちゃって、そうなんです、おやつとか食べ過ぎちゃって、そう、うん、あ、おやつですか。おやつはなんかフォアグラとかはまあ普通のおやつとして出てて、え、おっとっととか食べたことありますか。おっとっとえ、あ、なんかおっとっとみたいなのは結構あるかな。いや、あのおっとっとっていうお菓子、お菓子スーパーとかに売ってるやつ。スーパーに行ったことが あのそんなにない。姫様がいます、ここに姫がないんですよね。え、何、スーパーって何があるの。うん、え、行ってみたい、スーパー。いいの、ななかちゃん、スーパー行ったことあるの。え、ななかちゃんってスーパー、え、なんか食品とか売ってるし、こういう焼き芋とかも売ってる。何それ。ここです。焼き芋、お家の釜で作ったりする。釜、うん、え、皮の焼き芋って買います。お庭に植えてあるとかじゃないの。お庭に植えてないです。あ、畑もあるんですか、お家に。うん、畑で耕してくださる方がいて、そこから食材とかはまあ、そうですね。ななこちゃん、スーパー行ったことあるんだ。スーパー行ったことないお嬢様が隣にいます。めっちゃ見た目がもうお姫様みたい。デパートとかしか行ったことない。あ、うん、イタリアとかの方にその洋服とかは好みのが多いから、あの自分用の各自家族みんなそれぞれいつでも飛べるように飛行機とかヘリとかは準備してあって、プライベートジェット。あ、そうです、そうです。すごい。え、ない。え、飛行機はさすがにない。ないです。え、それどうやって移動するの。じゃ、え、電車とかバスとか。あ、なんか街こうやって歩いてるやつ、はいはいはい、え、あれで、あきちゃんもちょっとそっち寄りっぽくない。ちょっとお嬢さんっぽいよね。確かに。自分のプライベートジェットないらしい、うん、え、ない、持ってない。あ、私もないです。自分用の、あ、会社がもう私たちもないので。あれ、そう、いろいろ複雑になってきた。ななこちゃん会社自体がうちもなんで。あ、自分の方じゃない。そもそもが、そうなの、囲まれてる、やばい、人たちに馬待ってるんで。あ、馬だよ。時代、あきちゃんの時代が、馬が迎えに来るそうです。まあこんな感じで、こんな感じですね。どんな感じ。髪の毛うまく巻けなかった今日。やだ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 。え、巻けてますよ、かわいい。ちゃうねん。ネックレス。ちょっと見ないでもらえますか。怖い。狙われた一瞬で。これめっちゃ回っちゃうんだよね。回りますよね、気づかない、うん。それでは私たちは今から写真を撮りに行くよ。毎回恒例のバイ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 。こういう赤ちゃんいるよね。しのぶさん、7位ゆうたけさん、6位やまちゃんさん、5位るんるんさん、4位いさおさん、3位にょろちゃんさん、2位ようちゃんさん、1位にいちのけんさん、ありがとうございました。バイバイ。じゃあいぶきもランキングを読んでおこうと思う。来てくれて、ちょっと5時から15位とももも、も14位やまんさん、13位のぐひでさん、あ、変わった。15位ともも、14位ヤンマンさん、13位ぶきっく、12位のぐひでさん、11位なんちゃん、
10位バイバイ元気がいっぱいさん、あ元気が一番さん9位バラ86さん、8位ソイルホースさん、7位ルイス、6位イブキッチ、5位角大佐、4位フランさん、3位安い1983さん、2位シュンさん、1位葵ちゃん、ありがとうございました。バイバイバイ。ということで私たちは恒例の写真と TikTok とやらやらを撮ってくる。ぴょんぴょん、ではバイバイキーン。バイバイキーン。